自分がどう思うかで自分にとってそれが栄養になるか毒になるか。はい、友達の倉川珠也です。今日もホレウェイ動画撮っていきたいと思うんですけども、今日もビールからいきたいと思います。今日はですね、こんなものを発見してきたのでこれをいきたいと思います。これですね、これサントリーさんのプレミアムモルツ、限定醸造、天然水 100% 仕込みブラックビール黒プレミアムモルツ、これ生です、生ビールですね、非完熟ですね。じゃあこれをいきたいと思います。じゃあ皆さん、シュッと、乾杯、イエーイ。おお、なんか一点とかあるんだけど、これ見れないんだけど、これなんか原材料多分麦とホップだけだと思うんですけど、これはビールですね、普通に。でこいつもちょっと例のあれに開けてみますか。なんかやっぱね、黒ビールってもっとパンチがある感じやと思うんですけど、なんか割とこう、なんつったのかな、やっぱしこうなんかサントリーさんのビールってとてもすごくなんか軽いっていうイメージなんですよね。こんな感じ、真っ黒だよね、真っ黒。いただきます。なるほどね、やっぱりなんつうのかな、丸くなるのかな。うん、まあでもあのね、飛行性的にはかなり好きです。あの全然うまいっす。で一昨日かな、一昨日、うちのスマグラのベースのしーちゃんが、まあしほちゃんですねは、なんだっけ、あのこの動画に出てくれて、まああのなんていうかな、まあすごいなんかあの本人なんかこうさ、普通相手も上がりそうなもんだけど、全然こうどっしりしててさ、俺カメラの前とかってこういう風に喋ってるの結構割と慣れるまですげえ時間がかかったんですよ。で、本当にうちのギターコンテンツ出しておくけど、一番最初の動画とかマジでなんかね、こうよそよそしいというか、慣れてねえぞこいつ明らかにみたいな感じなんだけど、まこちゃんにせよちーちゃんにせよ、なんであんな堂々としてられるのかが僕にとってはよくわからんのですよ。結構本当にね、みんなこうなんか僕こういうの撮ってたりとか喋ったりとかするから、なんかそういうの得意なんだと思ってる人多いんですけど、全然ダメで、本当にね、カメラとかあとなんかもうもっと言うとね、ステージの上でライブをすること自体もそんなに僕は得意な方じゃないんですよ。だからなんていうかな、もちろんその場に上がったらみんなに楽しんでほしいって気持ちはあるから一生懸命やるんだけど、あ、そうそう、今日なんかね、あれなんだよ、ナインティナインの岡村さんの、なんかやつを見てたんだけど、あの方もなんかどうやらやっぱりテレビの前にいる自分と普通のプライベートの自分全く違うみたいなんだけど、僕すごくそれに共感できて、本当にそういうタイプなんですよ。で、まあね、あとその、なんだっけ、そう、今日はね、何をテーマに話そうと思ったかっていうとね、なんだっけ、誤解をされやすい人、例えば岡村さんもそうだし、僕もそうだと思うんだけど、僕なんかもすごい誤解されやすいわけです。例えば、言った一言が、そういう気持ちで言ってないのに、相手に捉えられるのが違ってたりとかして、なんかその言葉尻だけを拾ってもらっちゃって、なんかそのクラッカーの全体像を測られちゃって、なんか知らないところで敵作ってるみたいなのがあって、その、なんていうかな、
あんまりこう僕からするとなんつうのこうまあちょっと冗談みたいなものなんだけど、だするものが相手にとってすごくなんつうのかな、思ったよりも深い傷を与えてたりとかして、もうすげえ反省してるんですけど、でもやっぱりなんなのかな、発言が強いのかな、よくわからないんだけど、なんかねすげえ誤解されるんですよ。だから昔から一つのなんかコミュニティみたいな、僕は誰か誰かつなげてこうなんかコミュニティみたいなの作る割と好きで、そのコミュニティを作ってあるところからいきなりなんか倉川対他全員みたいな構図になって、でまた僕がここからあのいなくなって、他でまたコミュニティ作ってまた同じ構図になってなってるので、なんかそんなのずっと繰り返してきてるもんだからさ、俺からするとすげえ切ないわけ。なんかそんなの誤解だよって思うんだけど、でもみんなからすればなんかなんつうのかな、あの野郎みたいな感じらしくて、いや全然そういう気持ちで言ってないんだけどなみたいな感じなのね。で、あの、そう。で、しーちゃんがこの前のとこで、なんかなんだっけ、最初そのウーバーさんについての印象が、なんかその、チャラく見えちゃったみたいな誤解があって、でも、彼女はそこから、なんだっけ、最近はもう僕よりも多分ウーバーワールドのことが好きなんじゃないのかな。すげえ DVD とか見てるし、曲とかもすげえ聴いてるし、YouTube なんかもすげえ見てるみたいだしね。なんか知らると、ウーバーの話になるので、僕の方が先にねこう彼女勧めてたのに全然あれでさって言ったら、なんかね俺すごい思うんだけど、なんか誤解されやすい人とかって多分ねこう見てる方でもいらっしゃると思うんですけど、誤解っていうのはねより素晴らしい正解につながってるんですよ。より高い正解につながっていて、僕とかも最初すげえ誤解をされたりとかして、その後にあ、倉川さんってこういう方だったんですねっていう感じで、なんつうかな、よりなんか僕の好きになってくる。例えば、スクールのホームページとかも、なんか、この前も言ったけど、電話番号とか一切書いてなくて、フォームでしかないわけで、僕で電話大嫌いだから、電話取る、時間取られちゃうでしょ。で、すごい、だから全部ね、僕チャットで仕事してるんですよ。ほとんどチャットかメール。で、もうね、本当に電話苦手なんですよ。とにかくなんか自分でこう考えてることが常に考えてるので、なんかそのノイズが入るのが本当にダメで、だから来客とかも本当ダメだし、なんていうかな、必要じゃないものに関してはもう全部排除したい感じで、昔なんか本当にカーテン閉め切ってずっと仕事してたぐらいの次元で、なんかとにかくなんか常になんかいろいろやってたいし考えてたいわけなんですよね。で、まあ、ちょっと話が逸れちゃったけど、で、そうそう、それでホームページの話戻すと、あんなホームページだからなかなかこうさ、やっぱり、来るまで電話番号がまずないっていうので、怪しまれちゃったりとかするんだけど、もう、この前も言ったけど、そこをね、やっぱ超えてでも、僕にシンパシーをその文とかで感じてくれた方に来てほしいなって思ってるんですよ。それは、高飛車とかそういうことじゃなくて、なんつうのかな、やっぱりね40も超えてくるとさ、やっぱりその、人生がどんどん、ね、短く感じてくるもんだからさ、やっぱり1分1秒をすごく大事にしたいわけなんですよ。自分のね誰と過ごすのかとか、そういうのを考えた時にやっぱり僕にも選ぶ権利は皆さんにもあると思うんですけど、僕にも選ぶ権利ももちろんあるわけじゃないですか。だからそういう仲間を選んでね、行きたいなと思ってるので、だから本当に来たい人だけ来てくれればいいよっていう感覚なんですね。で、なんていうのかな、楽しい、だってお互い楽しくなったら嫌じゃん、まず。で、その話を戻して、誤解されるってことはね、誤解なわけだから、それがね、その人の本質とか正解なわけじゃないわけで、誤解されてる、僕はだから常に、そう良かれと思ったことで誤解をされてると思ってるから、それをやっぱ貫いていくと、どっかでなんか理解してくれる瞬間があったりとかするんですよね。それっていうのは本当になんていうか、より 高い正解に本当につながっていて、精度の高いんで、それをなんていうかな、大抵の人は誤解するんだけど、そう、僕はね、まこちゃんのことパートナーだと思ってる大きな理由の一つっていうのは、彼は僕があいつを例えばもし殴ったとします、殴っても
その裏に何か倉川さん思ってることがあるんだろうなってちゃんとね僕の思心理を彼はね把握できるんですよ。で昔はそのことドカンと蹴っ飛ばしたこととかあるんだけど、あのなんで蹴っ飛ばされたか、あと殴ったこともあるんだけど、なんで殴られたかっていうのをあいつはね、あの後にね言うんですよ。あの時倉川さん本気で殴ってないですよねっつって、でなんでわかんのお前って言ったら、ある程度痛く叩いて殴ってんだよ。でもいや あれはあの本気の振りじゃなかったって言うんですよ。倉川さんに多分殴られたらもっと痛いって。でその彼はそういうのをね見抜くパワーがすごくあって、なんかその僕のなんつうのかな、本当に伝えたいものを彼はね理解してくれてたりとかして、それでそのスイーテストやってる時も若い子たちに対して、みんなそのクラッカーのやろうと思ってる人もいるわけですよ。その人に対して実はこう思ってるんだと思うよっていうことをねちゃんと代弁してくれてたりとか裏でしてたらしいんですよね。でそういうのもあって絶大な信頼を置いてるんですよ。でよっちゃんに関してはやっぱり僕のことをすごく誤解して最初入って、周りの評判も悪かったし、でやっぱり近づいてきてみて、やっぱりそのそれでもやっぱり拭えないなんかところがあったみたいなのね。でその後にやっぱり関係性徐々に徐々にこう縮めていって、なんかこうなんとかな、なんかやっぱりなんか似た者同士って寄ってくるんだよね。で彼もやっぱこう自分が誤解されたりとかしてたりとかしたもんだから、なんかその僕と多分共感するところがあったんだろうね。で僕も彼がどういう痛みを抱えてるか、すげえ自分がやってきたことと同じようなこと体験をしてるからすげえ分かって、でなんていうかな、彼が辛い時には本当になんか相談乗ったりとかしてたら本当に仲良くなったのね。でしーちゃんに関してはなんていうのかな、直感力は鋭いのかな。なんかだってね、ベースをだって本当に始めてもう1年ぐらいでスマドラに加入して、それをね、あの僕らやって、普通だったらさ、僕が例えば渋港とかねそういうところでやったバンドだったとしたら、すげえ俺構えちゃうと思う、自分が入るとしたら。でも彼女はそういうのをもう物怖じせずに、あの特攻していってやらないって面白そうだなっていう、そのなんか直感だけに頼って、で結局どうなったかって言ったら、まあ、あのそ普通 の, そのライブハウスでこう積み上げてくる人たちをごぼう抜きしてってるんだね、結果的に。だからなんていうかな、あとね彼女はなんかすごく不思議とね、あのなんていうかな、ね、自立心がありすぎるから、なんか自分で全部やりたいと思う節はあるんだけど、なんかね素直なんだよねすごく。だから別にまこちゃんがベース弾けるわけじゃないけど、まこちゃんの言うこともちゃんと吸収するし、で僕の話もちゃんと聞いてくれるし、もちろんよっちゃんの話もそうだし、なんか至る所で吸収してってるね。ですごい面白い逸話があって、武田さんね、僕はゆたかんとかゆたかちゃんとか言ってるんだけど、すいません、すごいなんか失礼な態度かもしれないけど、ともちゃんって言われるから僕もゆたかちゃんって言ってるんだけど、なんていうかな、武田さんになんかそのセッションにね一緒に行ってみようよっていう話があって、武田さんとかの主催のなんかセッションに、僕が俺はもうそういうの苦手みたいな感じなのに、彼女はもう一人で特攻していって、でその、まあ、A とか B とかその音もわからないままセッションに行ってボロカスになって、でもね恥ずかしい思いしてるんだけどくじけないのね。そういうところ俺本当にすげえなと思ってて、なんとかな、だからやっぱりなんとかな、その素直さとやる気と一生懸命さと、そのなんだっけ、物おじしないのがあると、いろんなところでなんかその失敗はいっぱいするんだけど、なんかいろんなものが見えてくるのかなと。でそのだからさ、誤解されるのも失敗のうちじゃない。だから誤解されて傷つくと思うんだよ。ででも多分誤解してる方はこっちを傷つけたと思ってないと思うんだよね。ってことは誤解された側の方がスキルを積んでると思うんですよ。どういうことかっていうと、その心に痛みを負ってるわけだから考えるじゃん。で人間ってスーッといっちゃうと考えないでしょ。ああうまくいったうまくいったでしょ。でもなんか転んでったりとか痛い思いしたりとかした時、なんでこんな思いをしなきゃいけないんだって考えるじゃない。だから例えばいじめこうって多分直感的にいじめてるんだけど、そのいじめっていう体験はあるかもしれないけど、いじめられてる人間はなんでいじめられてるかは分からないと思うから、
すげえ考えると思うんだよね。だから例えばあの音楽家でやっぱり多いんだけどいじめられてた人って、その長渕剛さんなんかも昔いじめられっ子だったらしいんだけど、そういう人たちってやっぱり、まあ、観察するじゃん周りを。だから情報量が圧倒的に多くなると思うんですよね。だその結局そのなんていうかな、まあなんていうか誤解されることも何でもそうなんだけども、人生と最近僕あのその成功者の人たち、例えば松本人志さんだったりとか、その漫画家さんとかの、あとはその織江貴文さんとか、いろんな人のその成功されてるもう超一線でやってる人たちのことを見るんだけど、皆さんね共通してるのは、まああの夢を追っかけてとかいろいろ一生懸命とかいろいろあるかもしれないんだけども、もう圧倒的に情報量が多い。例えばでその情報量も普通の人だったらみんな自分から探しに行くよりもなんかテレビが見てこうなんか受ける側になっちゃうでしょ、じゃなくてそういう人たちって探しに行ってるんだよね自分で。で自分自ら転びにわざと行ったりとかするわけなのよ。だからその転んだって経験があるから、それを考えると自分の中ですごいまたなんとか新しいデータベースができるわけじゃない。だから俺誤解されることってあのもちろん辛いよ、痛いし、苦しいんだけど、でも自分の人生をじゃあ痛みを負わないのと痛みを負った時どっちが豊かになるかって間違いなく、あのね自分が悪意で誰かを傷つけて自分が、ね、傷つけられるっていうのはこれはもうお互い様なわけで、でも自分が悪意を持ってしてないことで誤解されて傷ついたとしても、それっていうのは絶対何か未来でね先に何か繋がってると俺は思うんだよね。うん、なんかそれね、であと面白いのが2008年にちょっと吸ったもんだがあって、スマッシュドライブ自体がもうまあスイーテストも2008年で一回こうなるんだけども、でその後に、いろいろ頑張るんだけどやっぱダメで2010年にまこちゃんが抜けてスマドラ自体止まるわけなのよ。でそういうのがねあって、もう俺失意なわけですよ。もう本当に何もかももうスイーテストがなくなった瞬間に自分のやることなくなって、だって年間で200本ぐらいライブとかやってたのに、なんていうかな、もうすごい毎日がもうクレイジーでノイジーでもすごかったんだけど、そんなのがいきなりなくなるわけですよ。で廃人同然、何やっていいんだろう俺みたいな感じになっちゃって、でも本当にそっから2015年だよね、ようやっとだよ本当に5年経って、あのまだね状況的にいい状況じゃないんだけど精神的にはそこを抜けた感じなんだよね、ようやっとなんかどん底のどん底抜けた感じで、うん、でもねそのそういう痛みをすげえ2008年以降に経験したんだけど、約7年ぐらいあのドラム叩いてなかったりとか歌を歌ってなかったりとか曲を作ってなかったりとかする期間もあるんだけども、音楽と向き合えない期間とかもあるんだけども、なんていうのかな、すごくなんかなんだっけ、あれこんなフレーズ俺ギター弾けたっけなとか、こんなフレーズ叩けたっけなとか、なんかそのなんか経験したことが自分のなんか脳みその多分なんかこう許容量を育ててるようなイメージで、なんかちょっと曲を聴くとコピーしたのだから、なんだっけ、ギターのあのなんだっけリフでってやってるじゃないですか、あれとかもなんか昔俺ミンコピとか全然得意じゃなかったんだけども、ある程度聞くとなんかそのあこう言って弾いてるのかなって分かるんですよ。でなんか例えば半音下げ一音下げみたいなものもパッと分からなかったんだけど、今だったらもうすぐ分かるし、なんかそのギター別にそのすげえ練習したわけじゃないのに、なんかその感覚みたいなものが研ぎ澄まされてたりとかしてて、あとその以前よりもなんか人の痛みみたいなものに対してすごく敏感になったりとか、あと言葉で表現する、その要は Facebook だったりとかそうなんだけども、そういうので表現するのが昔よりもなんか言葉の量みたいなもの、使える言葉の範疇とか、自分がこう言いたいっていうのに対してなんかこう気の利いた言葉ってなかなか見つからなかったんだけど、それがちょこっとポンと出るようになってすぐチョイスできるようになったりとかねしてたりとかして、なんかだからその誤解されるって痛い思いするけど、なんかすげえなんとかな、それをバネにできるか、そこで
なんか自分がなんでこんなことわかんだ俺ばっかりにとか私ばっかりにと思って腐るか、どっちかだなと思ったのね。で今の僕はすごいそのありとあらゆる喜びも悲しみも怒りも全て食らい尽くしてやって、全部を自分の費用にしようと。でそれを、そういうなんかいろんな体験をしていくといろんな人の、ね、体験の気持ちが分かるわけだから、それをなんか音に乗せて伝えていこうと。でそのね、新生スマドラが第で1回目のライブがあって、それで今度はコンテスト初めて受けてみて、ね、二次予選に行って次本戦に行ったりとかっていうのがあって、これはもうね、なんていうのかな、どう考えてもその経験の賜物でしかないと思ってるのね。だからあのね、本当にあの今、ね、目の前でこれ見てる方、例えば小学生の子がいるかもしれないし、中学生の子がいるかもしれないし、社会人だったり僕より年上の方がいらっしゃるかもしれないんだけども、 あのねいろんなことがあると思うの、毎日その毎日いろんなことがあったこと、それを自分がどう思うかで自分にとってそれが栄養になるか毒になるかが決まると僕は思うんですよ最近。だからすごいそのなんていうのかな、やっぱり自分自身がね、あのこの前も話してるけど、何をすべきなのかこの人生で、で生まれてきた意味みたいなものをね、もしそれがあるんだとしたら、ね、あるかもしれないわけ、探してみるのもねいいと思うんですよ。だからなんかちょっと説教臭いんだけど、僕はあの今その音楽をやる上でねすごく大事なのは、感性とかよく言うけど、そういうことよりもなんか見てきたものだったり体験したものだったりとかね、人生経験みたいなものが、まあすごく人生経験って言葉を使うとすごくチープに聞こえるけど、すげえ大事だと思います。で人生は本当に情報量だと思います。あの例えば60歳、普通の方が60歳まで生きるとして、60歳で死ぬとして、その60年間で、なんとかな体験経験することっていうものを、例えば10歳までにやっちゃえば、その一般の人の6倍の人生の濃さを歩めるわけじゃないですか。だから今日例えば財布をなくしたとか iPhone なくしたとか、彼女に振られたとか彼氏に振られたとか、なんかいろんなすっげえ悲しいことがあったり嬉しいことがあったり、いろんなことがあるじゃん。全部が全部あのね、情報って考えれば等しく自分の人生を豊かにしてくれる肥料になると思うんですよね。だからあの僕はそれを本当に今はやっぱ音楽で一番伝えたいことだなってすごい思ってて、まあもちろんプロデューサーとしてもね、なんかこういうのってやっぱりさ、あったりとかしないとうまく伝えられないからさ、ビデオってどこまで伝わるかわからないんだけど、必ずねあなたの人生には可能性があるから、これ間違いないから。俺いろんな人見てきたけど、あのこうね、もう言うに多分何万人とかの人で会ってると思うんだけど、接したりとかね、あのもうね誰一人として僕の人生に影響を与えなかった人はいないね。例えば出会ってなくても、例えばあの僕はこのビデオとか撮るのって瀬戸康史さんっていう方のやつをすごく見て勉強したんだけども、そういうのもやっぱり瀬戸さんとは、あちらは面識ないけど僕はあるけど、あのお会いしたことないけど、そういう影響を受けてたりとかしてて、必ず自分の目の前にあったりとか、よく袖触れ合うのは多少の縁とか言うけど、本当にそうで、袖触れてなかったとしても今地球というところに、みんなだって僕も今足つけてるじゃん。でどんな高層マンションに行っても絶対地に足つけてるじゃん、マンションのこの壁とかを通じて。だからみんな地に足があるし、もっと言うと地球という大気の中のところでみんな一つになってるわけだから、あのねみんなつながってるんだよ。だからあなたが悪意を持てば、その他の人たちとかその他の存在も全部悪意に染まるんですよ。だから自分の生き方みたいなものがどう作用するのかっていうことに対して、あのこうしなきゃいけないんじゃなくて、もっと真摯に向き合うべきだと僕は思うんですよね。あなたが 俺とか私とかの影響力なんて大したことないよって言うかもしれないけど、実はね大したこと俺はあると思うんだよね。だから僕は常に自分に正直でいたいし、もちろん仲間にもそうだし、できる限りね、その本当になんか傷つけるような嘘はつきたくないし、まっすぐ
ていきたいと思ってるんですよ。ちょっと長く話しすぎちゃった、もうあと4分ぐらいだね。なので、ちょっとねうまく伝わらなかったらごめんなさいなんだけど、今日はあの 誤解っていうのはねより高い正解につながってるよっていう話を、してみました。で今日のお飲み物はあーこれね、これサントリーさんのですね、プレミアムモルツ、限定醸造天然水 100% 仕込みブラックビール、プレミアムモルツ生ビールですね、これ非加熱処理というのを飲みながらの、ホロユー動画でございました。あのねなんか辛いこととかあったりとかねしたらねコメントとか書いてくれりゃね俺もなんか気の利いた言葉が浮かぶかどうかわからないけど何かね力になれることがあるかもしれないの。なのであのねまあ無駄じゃないね時間を割とね過ごしてきてるので経験値はね割とある方だと思うから何かあったらご相談ください。そんな感じで今日も、一日素晴らしい日でした。またお会いしましょう。おやすみなさい。またね。ライアンアカウントができました。ギターを3日で弾けるという講座もやっておりますので、コンピューターの方はこちらから、スマートフォン等々の方は下から登録してみてください。あとはチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。